完全勝利であります。気をつけろ。いや、安心するのはまだ早い。どんどん出てくんな。もしかしてこの黒いビル自体があいつらのアジトなんだね。にゃんとー、またゾロゾロと出てきたにゃー。すげー出てくんじゃん。っていうかむしろさっきよりも数が増えてまーぜ。確実に増えてると思う。まずい。これではキリがないな。このまま戦い続けたらいずれ全滅。絶対絶命でウィス。ちょっとあの物騒なもん持ってんだけど。そこまでだ。あ、スーパーヒーロー。俺様はザ・シャーク。てめえら、俺様の街でずいぶん好き勝手に暴れてくれたな。ここからは俺様たちヒーローチーム、テンペストプライドが相手だ。バッドボーヤーもいるよ。そこのガキども、怪我したくなかったらあれに乗って早く逃げな。あれってあれ、妖怪ウォッチバスターズのやつだね。いや、すげえ展開だな。バスターズハウスってここにあったの？うわ、懐かしいこの場所。っていうかつい最近までやってたけど、バスターズ。隊長殿、ご無事で何よりであります。心配かけたな。お前ら、バスターズハウスまで来ればもう大丈夫だぞ。バスターズって何なんですか？何ですかって何なんですか？いい質問だガール、早速教えてやろうじゃないか。お前ら、お前ら答えろ。バスターズ心得その1、忘れたよそんなの。いかなる強敵が相手でも決して諦めるな。バスターズ心得その2、戦うのは自分だけにあらず、仲間と力を合わせて戦い。なんで覚えてんのあなたが。バスターズ心得その3、バスターズの誇りにかけて弱き者は必ず守れだにゃん。みんなよく覚えてたな。この3つの心得をハートに刻み、日夜凶悪妖怪と戦うクレイジーな奴ら、それがバスターズだ。暑い、暑すぎます。おい、だったらこのままじっとしていいのか。もちろんバスターズも直ちに出動するであります。さっきのヒーローチームとは全く別なんだね。妖怪ヒーローたちだけ戦わせるわけにはいかんでありますからな。バスターズといい、妖怪の世界でもいろいろとあるんですな。それにしてもあの黒い服の妖怪たち、次から次へとゾロゾロ出てきましたね。これから UFO の力でさらに数が増えると思うと不気味だに。お、点滅してる。緊急事態であります。大変であります。たった今入った情報によりますと。どうしたんだ。 UFO の力で町の妖怪たちが次々と黒い連中に変えられているそうであります。なに、まずいでありますな。妖怪ヒーローたちだけではもう間に合わないようであります。出撃だ。お、じゃあ行こうか。了解、ガッツで出動だぜ。ケータ、俺たちも行こうぜ。待てお前ら、だったら俺も一緒に行かせてもらおう。ちょっと隊長、バスターズの指示はどうするの。そんなもんは
戦いながらすればいい。あーはいはい、全くしょうがないんだから。行くぞお前ら。あ、ブリー隊長、ブリー隊長普通に仲間になってくれたね。普通にニックネームはつけない。もうちょっと早く仲間になってくんねえかな。 C ランクだもんね。あ、これあともう少しで解放できそうだ。あと3つだな。ゴーゴーゴー、出動だ。